はい、どうも皆さんこんにちは。ということで今埼玉からおばあちゃん家から帰ってきたんですけれども、今から久々に3日4日ぶりにいつめんというかマサとレンと合流して初詣に行きたいと思います。今年は受験もあるのでちゃんと初詣に行きたいと思います。普段で毎年全然そういうのめんどくさいんで行ってないんですけど、今年はちゃんと祭日というか年末年始31、1日、2日のうちに行っちゃいたいと思います。では今から自転車乗って行きたいと思います。11時です。はい、どうも着きました。では皆さんせーの、新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくです。よろしく。3人全員じゃね、3人集合しました。全員じゃね、フルメンバーだよ。フルメンバーだな。フルメンバーだよ。どんどん減ってくね。はい、ということでね、こちらうちの近くの神社なんですけれども、着きました。ということで何すんだっけ。ガラガラポー、ガラガラポー、ゲラゲラポー、ガラガラポーってやるの。はい、どうも。クソ黒豆野郎が。はい、どうも。よし、ということで鳴らしていきましょう。ここだけでいいの？中入んなきゃダメなんじゃないの？中入れないけど。入るか。入れません。これ明日の朝聞き直した方がいいかな。まあいいよ、とりあえず鳴らして。あれ、本番は全員で桜木神社に行こう。とりあえずこれは形をさ、じゃあ来てきて。はい、はい、じゃあここ持って待って。2礼2拍1礼2礼え2礼2拍手1礼じゃあやろう。じゃあやろう。いくよ。ちょっと待って、落とすよね俺ら。いくよ、いくよ、せーの。パンで、ガラガラポー。いきます。じゃあ3人でやっちゃう。せーので、1礼。今年もよろしくお願いします。お願いします。受験だですね。合格できるようにお願いします。本当だよ。やばい、右手だけめちゃくちゃかじかんでる。いやね、皆さんね、動画今年もよろしくお願いします。いや、今年は動画出すか分かりませんけれども、まあ出すのであればよろしくお願いしますだね。僕はあれだね、俺がマグロ漁船に乗ったら8ヶ月間動画休止しますので、その間はじゃあ俺がアカウントを乗っ取って毎日くだらない動画を。なんで8ヶ月って。8ヶ月のマグロ漁船ということで、夜な夜なに初詣来ましたということで、今年もよろしくお願いします。バイバーイ。